This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about? He's, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えて良いのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林浜松 City Japan。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、
カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして固めのマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは固めの神でした。そしてその顔にシャマーシュイエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この3人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュイエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロードアイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは3人の神を合体させ、永遠の神ロードアイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神ロードアイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マースアイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまり
レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. Two Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus.Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humansTo make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. 林浩司のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広島やし浜松シティジャパン。イエス・キリスト二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダ・ヴィンチは
イエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュイエス。このシャマーシュイエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の壁画に描いている、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますから、キリストの顔と一致します。そしてその上にですね、片目の鳥が描かれています。片目イコール片目のマルドケとつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、片目のマルドックの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュイエスのひげということになります。シャマーシュイエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドックと、そしてシャマーシュイエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。それぞれの細かい証明については、それぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくも、この左って言いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、すなわち永遠の神、ロード・シュ・アイアン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。すなわちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥクと、そしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。これがこの動画の結論ということになります。